さて、毎週金曜日はウェザーニューズの気象予報士に聞くお天気箱です。今日もお話を聞くのは気象予報士の甲斐孝博さんです。よろしくお願いします。いますはい、よろしくお願いします。さあ、さん、今日のテーマを教えてください。はい、今日は地震への備えについてです。はい。まあ、能登半島地震から一ヶ月が経ちましたけれども。はい、やはり、いつ、どこで大きな地震が発生してもおかしくありませんので。うん、まあ、日頃からしっかりと対策しておく必要がありますよね。はい えそこで佐賀県の主な活断層を見ていきたいと思います。えそもそも断層は何かと言いますと、まあある面を境に両側の地層にずれがある現象のことを言うんですね。え、うん、その断層がまあ過去に活動があったり、今後活動する可能性があったりするものを活断層というふうに呼んでいるんですね。うん、なんとなくイメージではわかりますね。はいはい。はい 佐賀県の主な活断層の中でも最も長,長いのが佐賀平野保健断層帯ということでま小城市から佐賀市を通ってま吉野ヶ里町付近にかけてえおよそ22キロにわたって伸びているものなんですね、はい。はいこういったものの他にも断層があったりまだ発見されていないものもある可能性もありますのでやはり大きな地震が発生してもおかしくないリスクがあるというのを認識していただければと思います、うん。はい で過去にあった地震ですね、えー、近年では2005年の3月20日、まあ、福岡県西方気地震、えー、こちらでは宮宅町で震度6弱を観測しました、えー。そして記憶にまだ新しいかと思いますけれども、熊本地震2016年ですね、えー、こちらでは佐賀市などで震度5強を観測したということで、 まあいずれも県内を震源としたものではないんですが、まあ、それでもこれでだけ大きな地震が発生したということになりますのでやはり、いつでどこで大きな地震が発生してもおかしくないということになりますのでしっかりとした対策が必要というのが言えると思います、うん、そうで甲斐、ね、さん、私たちが普段からできる地震への備えはどんなことなんでしょうか。はいはい 家具とかですねそういったものの固定とかいろいろあるんですが今回はですね就寝時の地震対策で見ていきたいと思います、はい、はい。まず頭の方にですね重いものを置かないようにしてくださいまあテレビもそうですけども本棚タンスといったものもそうですね固定していてもまあ、えー、中のですね棚から物が落ちてきたりということもありますので離れた場所に置くようにしてくださいそして足元、えー 頭の方にはですね、懐中電灯を用意しておくといいと思います。まあ照明のリモコンなどを置いておいてもいいとは思うんですが、まあ地震が発生して停電の恐れもありますので、やはり懐中電灯があるといいと思います。うん、そして脇にスリッパなども置いておくようにしてください。はい、まあガラスなどが散乱してまあ足元が危険な状態になりますので、うん、スリッパなどを用意して、えー、移動するようにしてください。あとメガネなんかもあるといいですよね。そうですね。はい。はい 寝るときに外してそのまま頭の上のな場所に置くとか、そういったふように近くに置いておくようにしていいと思いますね。もう今日からすぐに実践できることもありそうですので、はい、皆さんぜひ行ってください。はい、さあ、そして週末の天気を教えてください。はいえー、明日土曜日はですね、日中を中心に雲が多い空模様となりそうです。えー、夜遅い時間ほど雨が降りやすくなってきます。えー、そして明後日日曜日の朝にかけて断続的な雨ということになりそうです。 日中はですねまた闇間があるんですが夜は再び雨が降りやすくなりますのでまあ、傘を持ってお出かけになるといいと思いますでは週間予報を見ていきましょうはい、月曜日にかけて断続的な雨で雨足が強まる時間帯もありそうです火曜日以降は曇りがちの天気また続いていきそうですね最高気温は平年並みか高くなりまして、まあ明後日日曜日立春ですけどもそれ 寒気が、えー、また何かっていうことはこの先一週間はなさそうというふうに見ています、うんはい、はい。ここまで甲斐さんのお天気箱でした甲斐、はい、さんありがとうございましたありがとうございました